道帝湖道帝湖の位置道帝湖は中華人民共和国湖南省北東部にある淡水湖。中国の淡水湖としては洋湖に次いで2番目に大きい。全体的に浅く長江と連なっていて、その大量の水の受け皿となっており、季節ごとにその大きさが変わる。湖北省と湖南省はこの湖の北と南にあることから、その名がついた。道帝湖と 同抵湖に流入する湖南省四大河川。長江からの流入口も複数ある7月から9月にかけて、長江から大量の水が流れ込む。通常期の湖の面積は2820キロ平方メートルだが、長江から膨大な量の水と堆積物の流入によって、増水期は2万キロ平方メートルにも及ぶ広さになるという。同抵湖に流入する河川には、 湖南省四大河川と言われる、昇降、思考、原降、水などがある。海を航行できるほどの規模の船でも、長江から、道帝湖、昇港と経由して、調査にたどり着くことができる。関内から、道帝湖北部を、雲望大沢と呼んでおり、現在の湖北省にあたる地域ではその栄養豊かな、堆積物が農業用に沈重され、多くの田が作られてきた。その後も、 北部では港などの開発が進み、湖の南部が長江からの水の流入を主に受け入れるようになっている。かつて、童貞湖は中国で最も面積の大きい湖であり、800里童貞と言われていたほどであったが、長江からの年間1億4000万トンにも上る土砂流入によって縮小が進み、現在では陽湖に次ぐ大きさとなって、 さらに農業用地として利用が進んでいるため小さくなってきている。クレチン、童貞領院図童貞湖一帯では古くから歴史と文学と神話が育まれてきたことで知られている。ドラゴンボートによるレースは童貞湖の東岸に始まったとされ、その由来はこの湖に流入する川である、ツラ港に取水自殺した戦国時代の詩人、クツゲンの遺体を探し出そうとしたことにあるとされている。 北東岸にある竹養老は、徒歩の竹養老に登るを、はじめ多くの詩人に読まれ、半中円の竹養老器が作られたことで有名である。昔は、道帝湖の中に浮かぶ島であった君山は、現在は騎士と繋がっているが、かつて多くの同志が陰性しており、将校の女神、将君が遊んだところとして知られる。現在は君、山銀神という貴重な中国茶の産地である。 竹養老付近から船で渡ることができる。道帝湖の南方の昌水と昌光が合流する一帯から道帝湖にかけての景色は少々湖南と称されて親しまれてきた。これに古代の帝王春が葬られたとされている旧玉山を取り入れた景観もまたその美しさで知られ多くの詩が読まれてきた。壮代からこの辺りの景観を主に八つの景色とし、 少々発見をテーマとした山水画を描くことが流行した。この方式が日本にも広まり、大見発景や金沢発景などの元となった。ありがとうございます。